熊向き明は中国共産党のスパイ。中国国民党の古総南将軍のもとに13年間スリーパーとして潜伏して機密情報を流し続け、国境内戦を共産党の勝利に導いた。五三決の一人、中華人民共和国建国後は外交官、情報機関の指導者として働いた。本名は熊木。 1936年9月、革命に参加し、同年12月、聖火大学において、中国共産党に秘密入党すると同時に、中華民族解放戦闘隊、聖火分隊の責任者の一人となった。1937年12月、周恩来の指示により、当時国民党の第8選区副司令長官であった古総乱の部隊に潜入し、 秘密情報工作に従事した。1939年3月の国民党中央、陸軍軍艦学校第7文校卒業後から1947年5月に、至るまで、古相南の自重副官、起用秘書を務め、古相南の新書、機密原文、日常事務を知り、講話の原稿を起草する立場にあった。1943年、熊向明は、 古相男が、千北地区に進行するという情報を得るや、直ちに共産党組織に報告した。共産党は、この計画を外部に暴露して、挫折せしめた。後に、毛沢東は、熊向き明一人で数子師団に相当すると、称賛した。1947年7月、古相男は、熊向き明を、アメリカ留学に派遣したが、間もなく、彼の真の身分について暴露された。 1949年11月、熊向明は、周恩来の招きにより、中南海金星殿を訪れた。彼を見た、蝶治夢中、蝶力子、劉明等の元国民党公館は、熊向明も起義したものと考えたが、周恩来は、笑いながら彼が1936年以来、共産党員であることを紹介した。中華人民共和国建国後、 外交業務に携わる。1962年、中英大弁どこの常任大弁。1971年と1972年、衆恩来総理の助理として、米中外交活動に参加し、中国の国際連合加盟に貢献し、初代国連総会中国代表団代表となった。1972年、中メキシコ大使。1978年、 中共中央党選部副部長、中国人民外交学会副会長、中共中央対外工作領土小祖弁公室、副主任。1982年、中国国際信託投資公司党組書記、副党事長。1993年に引退。2005年9月9日、北京市で死去。ありがとうございます。